はいえー、今回、質問をいただきましたので回答していきたいと思います、まあ。いろいろとちょっと書いていただいてるんですけどもまあ、結論まとめるとまああの商品をセールスしてでそのお客さんがまあ今は自分の、うん、買える状態じゃないからまた次そういう状態になったら連絡しますっていう感じでこの場合、吉谷さんはどうするのかっていう話ですね。ははい、えー、これは 答えがね個あるんで <laughs> まあ、2個ですかね。まあ、何かっていうと、1個目が自分の状態ですね。お客さんの状態、うん、OK なんですけど、自分の状態はどうなのかっていう。じゃあ、僕、昔の状態を説明すると、僕はあの借金を返さないとやばかったんですよ。まあ、自己破産考えた時もありますけど、もう常に毎月ね、支払いに追われてた時期があるんですよ。で、その時は、その時だったら確実に追ってましたね。 まあ、じゃあどういうふうに追うのかっていうと、うんまあこまあ、ぶっちゃけ言うと、この文章を見るとお客さんが嘘ついてるんですねうん。お客さんが借金してでも自己投資というタイプなので即乗りたいのですが、乗りなんか借金してでもこれ自分にメリットあるなら自己投資するタイプだけど今はしない。嘘ですよね。だこ,こ,にこ,こ,のここに嘘があるので、こ あのここをちょっと傷口を上げて、げげてちょっとこう、なんだ、あの、時間戻んないですよと。まあ、ご連絡ありがとうございます。ただ、ちょっと一点、うん、まあ、傷口を広げていくんですけど、ありがとうございますと。で、まるまるさんの、あの、自由でいいですよ。ただ、いただいたメッセージでちょっと気になる点があったんで、まあ、そこに関してね、少しちょっとお伝えしようかなっていう個別動画を撮りますね。で、その傷口をガッと広げるっていう。 自分で言った嘘ですね。借金しても自己投資するというタイプなのに、えー、今回はあスルーする <laughs> で。あと時間戻ってこないよと。で、あのお金を稼ぎたいんだったら、あのお金を稼ぐためにあーやらないといけない,い今。今の目の前のチャンス、もうだってまあ、僕が今こういう動画を撮ってる理由は、単純には最終的に入りたいって書いてあるんで。 ね今回はお断りしますではなく最終的にあの僕のオファーをねお金が貯まったら入りますって言っていただいてるので、まあ、ちょっと厳しくねあの言いますけどじゃあこれじゃあいつまでお金作るんですかとじゃあ5年後にスタートするのかね今スタートするのかその5年は戻ってこないですよみたいななんかそういう畳み掛けをしていきますうん まあ、あの絶対お金が作らない、まあ、売っていかないといけないっていうことですね。わかりますっていう状態、自分がそういう状態 <laughs> の時は、そう、追いかけます。まあ、ここにそのお客さんの突っ込みどころがありますんで、このメッセージだと。で、じゃあ今の状態だったら、今の状態僕借金返しちゃったんで、別にこの人に売らなくても他の人に売ればいいだけなんで <laughs>。そう。だから昔は、捕まえた魚を、 あ、いいよって流せない状況だったんですよね。あどうぞどうぞみたいな <laughs>。まあ、100歩譲ってね、あすみません、もう断りますっていうお客さんのメッセージだったらわかるんですけど、突っ込めるんでうん、このメッセージに関してはね。うん。だから、その、そういう状況でもお客さんが、いや、私にはちょっと無理です、すみません、今回諦めますっていうメッセージだったら、まあ、それは引きますよ。ただし、これは、どっかさせばいける可能性があるので、その可能性を探りますね。 で、今の僕の借金返してる状態で、別に今月借金返済するのに、ああ、やべえみたいな感じでは、まあ今はなくなったので、今だったら、あ、そうっすかと。じゃあまたご縁があったらよろしくお願いしますって、もう、スルーですね。スルーみたいな。どうぞーみたいな。どうぞ泳いでこいみたいな。元気よく泳いでこいみたいな。俺は違う魚捕まえるから、みたいな。だから、あの、もう一言、二言で、 わざわざメッセージありがとうございます。あの、まるまるさんの気持ちよくわかりましたと。うん、なんだあの、こんなにね、書いていただいてありがとうございます。あの、なんだまたお金が貯まったら、あの、なんだ申し込んでいただけるということなので、まあ、その時ご縁がありましたらよろしくお願いしますと。はいまあ、また何かわかんないことがあればあー、まあでもオファー終了してるからな。まあそんな感じですね。 はい、サポート、これ終了してますよね。なんで、まあ、またご縁がありましたらみたいな、そんな感じですね。だからまあ、自分の状況じゃないですか。絶対売り上げ上げないと死ぬっていう <laughs> 状況で、このお客さんの突っ込めるところ、可能性がまだ突っ込んだ可能性があるんだったら行くし、うん、まあ今は逃がしますね。普通に <laughs>。同窓みたいな <laughs>。他の人に売りますっていうだけなんで。でも昔は、 他の人、今目の前に魚いるのを、そこをしっかりクロージングしなかったら、次もし取れなかったら終わりなんで。終わりです <laughs>。終わり、破産。<laughs> うん。だからまあ、立ち、自分のポジション、立ち位置じゃないですか、これは。によってか多分変わると思いますし、うん、変わりますね。ただ先ほど言った通り、そのお客さんのいが、あすいません、僕は諦めます。 ちょっと僕には無理そうですっていう回答だったらそれはあそうですねっていう風に逃がしますけどだからこれは言ってることちゃいますやんって話じゃないですか <laughs>、ね、自分でなんか何この借金してでも自己投資するタイプなので即ノリですがとかね <laughs>、うん、だけどだけどそのタイプなのにえそのタイプちゃうやんみたいなえなんで乗らないのっていう え、じゃあタイプじゃないってことですかって話じゃないですか <laughs>。なんかこれ遠回しになんかオブラードになん,なんかそのやんわり包んでるところが僕は気に食わないですね。だからうまくいかねえんだよみたいなね <laughs>。タイプって言って自分がそういうタイプだったらなんか妥協せずに好きなタイプにアタックしろよみたいなね <laughs>。それ、その好きなタイプも、お前はその女性好きなタイプなんだろうみたいな。好きだったら告白しろよみたいな話ですよ <laughs>。 いや僕、あの好きなんだけど、あの女の子、ちょっと好きなんだけど、初恋してめっちゃ好きなんやけど、いや、でも、言ったら断られるかなって、もったいなくないですかそんなやつなら。<laughs> ね、それは行,行った方がよくないですか、うん、だって好きなんだから、タイプなんだから、自分のね。<laughs> っていう後押しをしますね。<laughs> タイプなら <laughs>。<laughs> まあということで、お任せします。まあ、今の僕の立ち位置だったら、 あどうぞどうぞと。あの、大蔵浜に、なんだ、海に流します。<laughs> なそんな感じですかね。はい、ということで、えー、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。